はい、皆さんこんにちは、ギガプロトです。今回も、トロドントーナメントこちらやっていきます。はい、エモノリーグ、前までは確かハンターリーグとかでしたよね。とりあえずエモノリーグに到達したんで、ちょっと敵がね若干強くなっていると思うので、ちょっとだけこっちのまあ構成も変えてですね、まあ、ギガノトサウルスとクーラスクスはちょっと強すぎるかなという感じではあるんですけど、一応ね保険でやっぱり勝たないと上がれないんで、まあこんな感じでいきましょうか。はい、さてさて、あ、全然弱いな、でも。でも、スーパーレアの、まあ、レアリティが出てきてますが、まあ、基本性能低いですね。どうしようか。貯めとこうかな、とりあえず。で、一気に行こう。これをこいつさえ倒せば、おしゃ、行った。行きましたね。あとはもう、得意属性の装飾だけなんで、余裕ですね。はい、攻撃あるのみ。ほら。スーパーサウルですね。マックス。おっと、7。マックスアタック来た。お、やられちゃうか。さすがにギガノトでも。まあいいや。ほら。はいはい。最初の方はまあランクも上がりやすいですよね、かなり。またコインか。コインはいらないんだけどな。次は、誰にしようかな。あ、こいつ使ってみましょうかね。こいつ新しく追加された、カプロスクスとかいう、両セールですよね。で、どうしようか。まあ、イリタトルとか、ナースケラトプスとか、まあ、この辺でいきましょう。まあまあですかね。まあでも最初ちょっと苦手属性になった。まあ貯めておいて、やばくなったら交代するみたいな。はい、じゃあ得意属性で畳みかけちゃいましょう。はい、4からのしてこない。じゃあ攻撃するよ。行ったかな。あ、行きましたね。さて、両生類ですが、あ、耐えたし意外と耐えたな。ナースでいけるな、これ。行きましたね。よかったよかった。
はい。14位。あー、またコインか。もうコインいらないんですよね、正直。まあ、じゃあ、スピノサウルスと、ギガノケファウルスとフラスクス。まあ、こんな感じでいってみましょうか。まあ、どうせね、時間が経てば、またキャッシュ使わずに復活するんで、恐竜は。はい。早速苦手属性か。まあこれもね、ポイントを貯めておいて、やばくなったら交代するという感じでいきましょうか。あ、やばいな。とりあえずまあこれで、その前に向こうが、これは、このまま倒した方がいいですね。あっちの2番手が装飾なんで。はい。これで特異属性になってるんで。やっぱり何もしてきませんね。ここで試したら。ここで交代して。おー、6マックス使ってきましたね。じゃあ得意属性の、クラスです。はいはい、 OK。 アルゼンチノサウルスのすごい、このカラーがすごいですよねさてさて、1攻撃ということはマックスでガードをしてても3なんで、もう余裕できますね。はい、ほら、はい、行きました。あ、行きましたね。サバイバーというランクまでとりあえず到達しましたね。サバイバーリーグ。はい、ミステリーパック。まあ、コインが当たるよりかは嬉しいかなといったレベルですかね。はい。というわけで、まあ、サバイバーリーグまで到達したということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また、後日、続きは掲載、アップロードしていきます。じゃあ、お疲れ様です。